はお疲れ。ララコに買い物だね。買い物ちょっともうみすばらしい足元するからマネージャーがこんな寒い日にしかも熱が38度5分もあってそれなのにこんな寒いのあれしてるから俺が買ってやるよ。じゃあ本当にスニーカー履いてくると思ったんですけど、もう今解熱剤で下がってるからあれなんですけど、出るときマジ体だらくてもうちょっとでも楽な、これが一番楽なんですよ。ちょっとでも楽なあれで行こうと思ったら超寒くて、じゃあ俺が何か買ってあげるから。ありがとうございます。ちょっと買い物だね今日は。見るに耐えないですかこれは。見に耐えないちょっと距離感保ってほしい。他人のふりします。そうそうそう。俺は今日ジョーダン。毎回違う靴履いてますもん、スニーカー中毒だからね。30足以上持ってるよ。ちょっと、あれ見よう、マップを。あ、このまま行けばいいんだ。そうだね。良くない？いいネイビーもこれで靴履いて、いいじゃん。どう？いいわ。いいっす。これ買おう。早いっすね、やっぱ買い物が。決まりだ。決まりで。よし。やっぱ風磨でかいんで、サイズ。あ、そうなんですか。そう、だからこれも、本当は XL だけど、L でいけるんだよ。そういうことか。そう。こっちの方がいいわ、こっちにしよう。決まった。早いわ、買い物が。バッチリですね。バッチリ。新しいセットアップまた買っちゃったよ。買い物すぎですよ、本当。また BM の買ったんだけどね。さっきのやつ。そう。ちょっと後で着替えたら見せてあげる。はい。次は、ちょっと靴を買いにね。マネージャーの。太っ腹だから俺が買ってやるか。ありがとうございます。地元じゃこのスタイル結構普通なんですけどね。足立区では。あ、足立スタイル。ご冗談。ごついな。ごついですね。ごついね。今履いてるのはこの冗談ですもんね。そうそうそう。きっちりやっぱり8は 8.5 じゃないとダメですか。きつい。これ色違いか。ちょっとかっけえな。ありがとうございます。あ、そうなの。はい。これと、これ買ってもらいました。靴。こっちだ。こっちは俺が自腹でマネージャーに買ってやった。ありがとうございます。かわいいよね。かわいいです、めっちゃ。いやでも俺のジョーダンが買えなかったから。サイズがちょっと在庫切れで。ちょっと ABC マートでリベンジ。そうですね、リベンジ行きましょう。そう。暑いんだもん。そうですよ、汗が多い。ね。なんでそんなアップなの。キラキラしてる。ちょっと ABC マートでな。買いたいな。一回買い物だ、結構入れ墨も似てんだけど、はい、買い物熱が入ると、はい、止まんなくなっちゃうタイプ。あ、もう買い物買い物、ね、そう。結構買い物してるイメージありますもんね。靴めっちゃ嬉しいです。
ね、ありがとうございます。よかったじゃん、2足も。この間の今ここだ、はい、こう行ってここだね。エビシマあるかな、まあ、最悪後でレブロンのやつ、はい、ネットで調べて、はい、足が結構でかいんだよ、 8.5 とかだから。 8.5 結構でかいですよね。そう、ちょっとリベンジしに行きましょうね。 OK、はい、いや、このサー、あ、セブンティーンか、はい、どれが一番好きかちょっとね、今ね、決まってたんだけど、はい、待って、どうすか、どれだろう。でも俺これだな、一番。321って言ったのに。え、ああ、そう321で指なんか言おうとか言ってたじゃないですか。ごめん、1位これ、1位これ全部ライングするの。1位これの、はい、2位これ、チョコミント、はい、3位がね、これかな、全部甘いやつ。1、2、3マネージャーは、私は今とりあえずこいつですね、ピンクグレープフルーツ。食ったことない。シャーベット好きなんですよね。これじゃないなと。いちご好きなんですけど、これちょっと余ってるそうなんで、うん、2位はキャラメルですね。マジ、こっちの方が余ってるそうだよ。確実に。で3位はあーやっぱやめた、キャラメルやめます。1位ピンクグレープで、うん、2位がマスカットでシャーベット、シャーベットね、3位がサイダーです。あ、そう、今の口の中が多分さっぱり、あ、求めてんだね。めっちゃ、この蝶野みたいなの買おうかな。いやでも俺のこれって、ヒロミさん、これとこれとこれとこれ、チョコミントもうまいんだよ。ミノフクみたいな味しますか。あ、言うけど、これはもう大好き。ちょっと私はマスカット買おうかな。本当に、ま、マジで今口の中が冷たいの欲しい。 OK、じゃあ買って、買います。買って ABC マート行こう。待ってる、はい、ちょっとね、 ABC マートがねダメでしたね。ダメ、靴はいっぱいあるんだけど、なんかジョーダンが少なかった。ジョーダン少ない、エアマックスばっか、うん、でもエアマックスもいっぱい持ってるから、はい、でところでこのシャーベットのさ、さっきから食べてるこれ、ここがなんかこうやって押す、なんかほら祈祷みたいなのがね。やだやばいやばい、これまだ、あ、これまだ火星でしょ。これ火星で、これがやばいやばい、マジ食べたくなくなる。これで、これで加えなきゃ、マジで無理、これ加えなきゃダメだよ。マジでやだ、本当に本当スケベだな。人に罪なすりつけるのやめた方がいいです。いや、毎回小学生みたいなこと言い始めますよ。そうだね、ガキなんだよ多分。少年のこと忘れない。そうそうそう、よく言いすぎ、永遠のピーターパンだ、これ。無事ない。ちゃんとエメマも買ったから、ね、暑いんだわ。雨がすごいんですよ、ここ暑い、ほら、見て見て見て、駐車場こんなにあんね、普通。本当だ、さっきのとこ異常だった。異常か、あ、またやりました。ちょっとこれ取りましょうよ。これ、これ、これだ、これ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 、完全にチンコ。それをしゃぶってんだからさ、さっきからでね、もう。今日も楽しかったですね。楽しかったね。靴ありがとうございました。あ、そうだね、靴ね、もうチンコを覗いては最高に楽しかったです。待って、これこれどこだろう。俺だ、ほんと方向音痴ですもんね、ヒロミさん。そう、あっちですね。あっちか。俺は極度の方向音痴だから、現場で仕事してても、はい、大型現場、はい、30階建てとかになっちゃうと、うん、もう迷子。寝た場にさ、道具取り行くじゃん、はい、でも戻るじゃん、作業場まで戻れねえんだから、はい、電話して、ちょっとどう行くんでしたっけっつって。そう、電話しないとサボってると思われちゃいます、ね、そうそうそう、面白すぎる。結構一番で、電話もガン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 やってるから、はい、みんなも聞こえない時があるの。あ、そっか。でだから繋がんないの、一向に、はい、で本当に1時休憩終わって1時から始まるじゃん、はい、3時までずっと迷子になってて、結局さ、そう、3時の1分の時に、あれどこ行ってたのとか言われて、あ、でもそんだけ大型だと、うん、いなくてもそれサボってるとか、そこまで意識も、そっか、みんなも把握してないんだ。久保さんどっか行ったみたいな。そうそうそう、気づいたらなんかこちら辺かな、うん、覚えてないの。
多分 A だと思うんですよね。なんかアイスの自販機とかなかったら、いきなりエレベーターだったじゃないですか。あ、そうだね。じゃあちょっと、ちょっとこれから一回アジトに戻って、夜飯食って、そうだね、あ、また飯食ってた夜ご飯食べに行って、うん、そうそうそう、行きましょう。じゃあとりあえずララポートの買い物編はこんな感じで、はい、ありがとうございました、はい。